皆さんこんにちは、ビーレジェンド住田です。皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理吉野布目です。先日からね、ビーレジェンド の SNS とか LINE とかでね告知させてもらっている国民的アニメとのねコラボレーション、本日ね発表したいと思います。次ねビーレジェンドがコラボするこちらです。ズルン、ワンピースですね。まずこちらですね、ルフィとサボとエースですね。こちらのねこう3兄弟のねパッケージ、ファンからしたら多分激アツなねパッケージかと思うんですけれども、こちらのねフレーバー、悪魔の実風味となります。でもう一個、チョッパーの綿飴風味。原作ではですね、とてもまずいって言われている悪魔の実なんですけれども、ビーレジェンドの技術をもってするとですね、このまずい悪魔の実もですね、美味しいカシスオレンジっぽい味の悪魔の実風味として、作ることができましたので、とっても美味しく飲んでいただけると思います。そして、もう一つですね、こちらのチョッパーの綿あめ風味なんですけれども、もうこれも本当にすごくって、綿あめの飲み物ってあんまり飲んだことないと思うんですけれども、もう本当に綿あめの味が再現されている味になっておりますので、すごく楽しんでいただける面白い仕上がりになっているかと思います。あれですよね、ザラメの感じがねすごく、そうですね、もう風味とかもすごい再現、はい、されてますよね。忠実に再現されていると思いますので、ぜひね綿あめを飲み物として飲んでいただきたいなというふうに思います。そして、サイズなんですけれども、通常 B レジェンドはですね、1キロで、今までのコラボも、1キロサイズで出しているんですが、今回はですね試しに買っていただきたいという方にも、お求め、いただきやすくするためにですね、420g で、販売をさせていただくことになりました。ちょっと小ぶりですよね。そうですね、なのですごい可愛い感じですよね。ちっちゃくてまとまってる感じで可愛いんですけれども、なので 420g で今回は、発売ですね。なので、1食がですね、これは変わらず、30g になるので、14食、取っていただける、内容になっています。そしてもちろん、スペックの方もですね、従来と変わらず、タンパク質が 20g 以上入っている、スペックとなっておりますので、プロテインシリーズとしてですね同じように飲んでいただくことができるかと思います。で気になる栄養成分表示なんですけれども、こっちの悪魔の実風味のスペックが、エネルギー 118.2kcal、 タンパク質が 20.6、脂質 1.7、 炭水化物 5.2 で、食塩相当量 0.2、 ビタミン C 42mg、 ビタミン B6 が 1.2mg ですね。チョッパーの綿あめ風味、エネルギーが 113.1kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質 1.5g、 炭水化物 4.6g、食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 39.4mg、ビタミン B6 1.6mg ですね。本当に本来のビーレジェンドとほぼ変わらないスペックになっているかと思います。それでは早速試飲の方していきたいと思います。はい、じゃあ飲んでいきましょうか。あ、切れ目ついてるよこれ。布目さん、ちょっと今見てくださいよ。今まで多分 これ切り口ってハサミがないと切れなかったと思うんですけど、若干ね切れ目入ってて、今ハサミ使わずに手だけでも切ることができました。いつの間にか進化してますね。ね、そうですね。いつからなったんですか。いつからなったんですかね、これ。これだったらもうじゃあもうすぐサッと切れるんで、むっちゃ便利ですね。持ち運びもね、このサイズでしたらいけそうですもんね。そうですね。このまま新しいままでね、これすごい、やっぱりパッケージもすごい映えるので、このまま持ってってね、インパクトあると思いますし、それでそのままでね、開けて飲んでいただくこともハサミなしでできますね、これでね。すごく便利になりました。はい、では早速作っていきたいと思います。はい。おお、甘い。こっちは、こっちはさっぱりとしている匂いですよ。色は普通に、綿あめはこんな色ですけど、カシスっぽい色じゃないですね。そうですね、普通に。じゃあこっちの大きいスプーンで1杯ですね、作っていきたいと思います。お水はいつも通り 200ml のお水です。振り切り1杯、いきます。
よいしょ。うわ、色を見てください。悪魔の実の色だ。そう、悪魔の実の色ですね。すごい。また飴は若干ちょっとピンクっぽい、ね、あのこのパッケージの桜っぽい、あのこの辺の色の感じですね。じゃあちょっと飲んでいきましょうか、はい、それでは早速飲んでいきたいと思います。まず悪魔の実からです。いただきます。いただきます。めっちゃいい匂い。さ、果たしてうまいのか。ちょっとベリベリベリーの匂いに似てますね。あ、ますね。うん、美味しいですね。あの僕前作のあの筋肉マン、あのすごくさっぱりとして好きだったんですけど、あの今回もどっちかというとやっぱカシスオレンジなんでさっぱりフレーバーにね仕上がっていると思います。あの悪魔の風味なんでもうすごくまずいんじゃないかっていう風に心配があったんですけれども、ものすごく美味しく仕上がっております。もうビーレジェンドクオリティですね、はい、そうですね。これ最新、間違いない味ですね。最新技術のおかげですね。いや美味しいですね、本当にさっぱり系、うん、本当にね、さっぱり系好きな人いいですよね。これはいいと思いますね、うん、すごい美味しいですね。ダマも全然ないし。じゃあ次、わたあめいきましょうか。はい、じゃあいただきます。いただきます。おー、うん、甘い匂い。ザラメのね、ザラメの風味。あの悪魔の実風味はやっぱりさっぱりだったけど、こっちはあれですね、甘い系ですよね。もうやっぱりあのザラメ感がすごいあって、うん、で甘さ的に言うと近いのは、うん、私はミルキーかなと思うんですけど。そうですね、ミルキーぐらいの甘さを感じられる、うん、あの甘党の方には満足していただけるぐらいの甘さですよね。うん、すごいなんかザラメ感が今残ってますもんね、はい、そうですね、すごいあの後味っていうか風味が残りますよね、うん、ザラメのなんか香ばしい感じもやっぱり、そうザラメちょっと焦がしたようなあのべっこ飴みたいな感じも少しありますよね。そうですね。ね、のべさんどうですか、見て飲んでみて、のべさん的にはどっちの方がいいとかありますか。そうですね、まあ気分によりますけど、ちょっと今お腹空いてるんで、うん、甘いのがいいなって気分なんで、私はチョッパーの綿飴ですね。なるほど。だし、まあ、パッケージも可愛いので。なるほど。すごいあのね、柔らかい感じで可愛いの、チョッパーがすごい可愛いので、私はこっちの方が弱いいです。そうなんですか。はい、まあ、僕は以前より公表してる通り、あのさっぱり派信者なんで、あのベリーとかパッションクマモンで筋肉マンと来て、今回もこちらのねカシスオレンジ風味の悪魔の実風味ですね。でパッケージもやっぱりもちろんあの男の心をくすぐるこの3兄弟のルフィとエースとサボのねこの激アツパッケージで、味もさっぱり系ってことで、僕はこっちを激推ししたいと思います。ファンからしたらでもどっちも熱いですもんね。女子はそっちの方がいいんすかね。ねえ、いやいや、でも女子こそこのね、そうですよね、やっぱかっこいいっていうのがね、いいっていう人もいますね。3人インティーがあるんじゃないですか。まあ、でも多分ファンは両方揃えたいでしょうね。あ、そうなんですかね。まあね、私だったら絶対両方揃えたいです。まあ、僕もワンピース一応全巻買ってるんで。そうですよね、はい、両方揃えたいって気持ちはやっぱりありますね。では、まあ、今日はワンピースの、ご紹介だったんですけれども、うん、もう一度、まあ、ちょっとスペックの方ですね、まあ、タンパク質が、しっかり両方とも、20g 以上取れる内容になっておりまして、 420g で、1980円で、販売となります。発売日が9月9日の、朝9時から、発売となりますので、ぜひ、お申し込みいただければと思います。ぜひね、あのワンピース好きな方、こちらのね両商品試していただければと思います。あの、で購入してね、どんどん SNS とかにね上げていただければと思います。そういたしましたらね、本日の動画が良かったっていう方、ワンピースが好きっていう方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまたね、次の動画で会いましょう。さよなら。うんうん、まあ、よしよしよし。